て、はい、それでゆいちゃんが一人で、まあ、いろいろ撮ったんです。どこで撮った？メンバーがいるとこ会社で撮ったのと、あとは外でちょっとなんか人を撮れなかったんで、それは、うん、とあと猫を撮りました。36枚。じゃあ一応全部撮ったってことで、一応撮りました。でそれを大体、はい、みんなカメラ屋に持ってってそのままスマホに入れてもらったり、はい、CDR に焼いてもらったり、はい、まあ、本当はこのネガっていう長い茶色いこんなビロビロっとしたのがあって、それはもらった方がいいんだけど、結構もらわない人も多くて、そのまま SNS 投稿とかするから、はい、iPhone とか、ね、あのパソコンとかだけに入れる人多いけど、うん、まあもらえるからもらった方がいい。わかりました。今日はそれもらわずにスマホでもらえるっていうのだけにしたんですけど、ちょっとこれカメラの北村ね、カメラの北村、これ渋谷店に行ったんですけど、ああ渋谷店やとその日のうちにできるみたいなので、なんか現像をする場所も結構聞かれること多いんだけど、はい、まあビッグカメラでもいいし、こういう北村でもいいし、はい、あと個人の店とかでもやってるところとかもあるし、ネットで調べるとなんかここだとおしゃれにしてくれるとかいうところもあるけど、まあ、結構金額もバラバラなんで、はい、どこがいいって、まあ、一概には言えないんだけど、はい、まあ、一番最初はこういう北村とか、はい、ビッグカメラとか、はい、まあなんか安いところで十分、そんなに変わるもんじゃないから、はい、もし色とかちょっと変えたいなと思ったら、うん、後からスマホに入れてから、あのいつもの iPhone とか、はい、普通のデジカメとかで撮ってて入れた時みたいにちょっとこういじってするってこともできるんで、安いとこでいいと思います。私はこれです。北村初めて見るね。初めて見ます。QR コード、ね、QR コードを読み取りました、うん、おお、こうやって組んだね。さ、確かにそれさ、あ、ちょっとブレ感、ブレ感っていうか俺ボケてんだよあのボケてる。あ、そうそうそう、はい、ただなんか今回何も教えてないけど、はい、ちょうどいい作例が結構いっぱいある。あ、本当ですか、うん、これは猫ちゃん、なんかアートみたいな、撮って、はい、入れてもらった、はい、ああ、いいんじゃないですか、ね、うん、まあ、なんか同じとこで、まあ、撮ってるけど、はい、ああ、これね、とこれと、なんかフラッシュをたかないようにしようとしたのがどっちやった、これこれこれですかね、うん、黄色っぽくなるんですね。多分あ、そういう黄色っぽいライトの下で撮ってたと思う。だから分からないからどう映ってるか分からない、うんうん、これでも覗いて撮ってるの。そう、覗いて撮ってるんですけど遠いんだよね、ちょっと これぐらい見てね、ちょっともうちょっと近いというか、ね、はいはいはい、もっと近くですね、うん、これはね、フラッシュ焚いてるから結構距離が近いと怒ってし、でもまあこういうのも可愛いんだよ、ね、うん、尻尾で、なんかこの猫ちゃんは結構写真が嫌いなので、うん、いつさ撮るのやめたの？36枚撮り終わったと自分で思ったの？ここは36で数字になって終わったなと思ったんですよ、うん、あー、それもね、またね、ちょっと違うんですよ。え？36になったけど、まだシャッター切れんのよ。はい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 、だからシャッターが切れなくなるまで、あの押さないとか、ね、あー、そうするとこれ別に、はい、1枚目撮りますだから36って言ったら36枚目を撮るってこと。ああ、じゃあまだ1枚残ってたっていう、1枚か結構余分にちょっと余ってたりするから、はい、運がいいと37枚撮れたりもする。へえー、そうなんですね。そうそう、だから最後まで撮り切ると、はい、多分勝手に巻き上げていく。今回の場合は多分そのままパカッてやったんでしょ。そう、パカッてやったらカメラさんがダメってこう閉めてくれてで、はい、その時の写真が、うん、さっきのやつなわけです、はい、まあ、これですね、光が入っちゃったらこうなったんだけど、うん、これはナチュラルにできた。これを真似してアプリにして、うん、だから教えなかったのが、はい、まあ幸いしたって感じ、はいはい、だからこういうのとかも不思議な感じになる、はい、でこういうのもまたフィルムで撮るっていう、まあ、魅力の一つでもあります、はい、その室内の光だけで撮ったり、はいはいはい、でそのこれはフラッシュが出た、はい、でもう一個これもフラッシュは出てんだけど、はい、まあ、いっぱい出てるか
この絞りの値が勝手にずっとこれ P で取ったんですよ。 P で取りました、うん、P っていうのはここに書いてあるこの露出、うん、全部オートでやってくれる、はい、これで一番最初取った方が取りやすいです、うんうん、だからまあそういうのもさ、はい、味だと思って最初なんか狙ってやるっていう風になると、はい、シャッターチャンスとかさ、じゃあ撮るよって言った時、あれどうだったっけなとかってやってるとさ、なんか時間かかっちゃうから、はい、こんな感じで撮ると、はい、まあこれもこれで可愛いじゃん、なんか白くちょっと飛んでてみたいな、はいはいはい、いろいろまずはそのこれは P にしたままフラッシュオンにしたりフラッシュオフにしたりとか、はいはいはい、そういうので撮っていくと、まあ、楽しめるんじゃないですか。あとねここにこのそれ何なんですか、日付をセットできるからたまにこう日付書いてあったりするでしょ、はい、カメラ、あ写真に、はい、だこれをちょっとセットしてあの日付を入れるようにしてもいい。多分ねこれ、うん、撮ってる時の感じで言うとどんな感じなの、あでもまあこうやってつけてみて、だからこれさ覗いてるところはここからでしょ、で見てるのはこっから見てるのね、はい、でも撮ってるのはここだから上がちょっと開いちゃうのよ。なるほど、だからそれってどうしたらいいんですか。ギリギリで撮ってるのかもしれないけど、はい、こういう写真で、ね、メンバーのこの写真だったら、はい、だから上が開くっていうのがこれ分かって撮ればちょっとギリギリまでにしたら、うん、それでも映るってこと。そういうの分かっとくと、そうこういうのも、うん、いい感じの自分で思うように構図が決めれる、うん、そうまだまだこれやれることいっぱいあると思いました、うん、やってみてください、はい、オンラインサロン、はい、甘辛写真部っていうので、はい、やってるんですけど70何人ぐらいいて、はい、まあ、初心者の人からまあ、プロ目指してる人まで結構いるので、はい、まあ、もしこれ見ている人とかでも、はい、写真興味ある人とか、まあ、学びたい人とかいたら、あの多分概要欄に、はい、見てみてください。よかったら入ってください。面白いです。下は高校生の人から、はい、上は50代とか、うん、60代の人もいるんで、はい、じゃあぜひ甘辛写真部もよろしくお願いします、はい、